これより本日のセミファイナルマーシャルアーツ日本ライト級王座決定戦3回戦を行います。青コーナーよりビッグバンスーパーライト級チャンピオン翔也選手の入場です。赤コーナーより YOSHIKI選手の入場です。赤コーナーマーシャルアーツ日本ライト級1ファイナルグローブ所属YOSHIKI。 なおこの試合でございますが、青コーナー翔也選手は 1.8 キロオーバーでございますので限定に、そしてグローブハンデで行います。そしてもし翔也選手が勝ちましても、この試合タイトルが翔也選手ヨシキ選手が勝利した場合のみタイトルは移動となります。翔也選手には限定2が最初に入ります。2, 3, 4, 5!
聞いてるじゃん。ビズマやる試合は、もし選手が勝利しました場合、つまらなくなるのみ、マジュラル組の大学の大坂美吉選手の推しに分かれます。もし翔也選手が勝利いたしましても、翔也選手の推しに出るか分かれるのは、ジャッジの集計の結果を発表します。ジャッジ高木、28対28、5。絶対に温泉のある。ジャッジ川田、28対27。ジャッジ明谷、28対27。2対0、2対0を落として、勝者プロとしてはメインイベントもされてて、でこういう時期にこうお客さんもいっぱい来てくれたら、自分がメインイベントで経験を失敗したことを本当に申し訳ございませんでした。これちょっと勝ちってちょっと自分嫌なんで、今回ちょっと、期間ちゃんと1ヶ月半ぐらいかけてちゃんと外部を落とすんで、翔也はちっちゃい怪我しましたから、今から塗ってもらいます。先生に、おっ先生よろしくお願いします。2ぐらいだ、ちっちゃいよ。もう1回だけ塗ったことありますね、ラウェイ出た時。1回しかないのもか。いや、あの会場でね。会場で直接塗ってもらったの1回だけ。使うね、会場で。まずね、麻酔しますよ。ちょっと痛いですよ。先週にはそのぐらい痛いのは何とも感じないです。全然向かえ、ごめん。痛い。いや全然痛くないです。まあ水気で。しくん村上選手。ちょっと目つぶって。ちょうど。ぐらい。もう痛くないと思う。そうですね。
イケメンになった。いい男になったよ、また。うん、あ、もう終わったんですか。あ、もう縫い終わってるから。じゃあ、ハイポクだ。感覚ないって言われて。ないっす。じゃあ、あと、カノウメの薬と、痛み止めの薬を1日分ぐらいお出しします。ドラゴンさん、試合ですか。やります、今度また。まだ決まってないんですけど、やります。どこで出るんですか。この前なんかヒートなんとヒート出ました。はい、次はどこになるかわからないです。総合でも何でもやろうかと思ってます。はい、何でもいいから試合やりたいです。怪我したら私にも言ってください。やっぱり帰れないですね。そうですね、帰れないです。決めんな。はい、起きていいですよ。あ、そうそう、もう起きておったんす。全然痛くない。あ、大丈夫です。まあ、麻酔切れたら、麻酔切れたらちょっと痛み止めにお出しします。薬のアレルギーはなしで大丈夫ですかね。あ、大丈夫です。こっちが抗生剤、こっちもついてないですか。大丈夫、綺麗にしてくれた。綺麗にしてくれた。こっち抗生剤、こっち痛み止め、食後に1錠ずつ、1日分しか渡せないので、またね、明日かどっかで2階のどっか入れてください。これ痛み止めですか。こっちが痛み止め。痛みがなかったら別に飲まなくて。そうですね、これは必ず飲みましょうか。これは飲んで、これはあの痛くなければそんなに無理してもらっていいですよ。朝10時ですか。そうです。あ、どうぞ。ありがとうございます、先生。